さあ皆さん始まりました。11月の30日、今が17時3分なんですけど、今日日経平均小幅に続落ですね。まあ50円相当下がってきてる。で、円高も進んでいて、138円の40銭台。やっぱし今日ね、やっぱしハイテク株がね、かなり弱かったですよね。連日下げてる。もうこれ6月の高値期日、12月が近いので、そこに向けた売りが入ってきてますよね。需給の。まあ、そこあたりもひっくるめて、今ですね、中国のリスクであったりとか、問題がね、また出てきているので、重要イベント、来月控えてますから、現状、日本株、米国株、どういったね、動きをしているのか、まあ、今後どういったね、ところを注意した方がいいのかっていう解説、状況のアップデート、やっていきたいと思います。で、僕はですね、2013年から7年間、証券会社に勤めてて、まあ、一応最終本店まで行ってます。なので、しっかりと実務経験を積んできているものが、今この場で話してるっていうところを踏まえた上で、もしこれからのね、僕の話が少しでも皆さんの参考になったと思っていただきましたら、その時にね、よかったらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで、まずは、日本株の分析やりたいところなんですけども、昨晩の米国株の動き、ここから順を追って見ていきましょう。ニューヨークダウの冷やしチャートです。現状パラボリック、このドットチャートと日足との距離感が近くて下落トレンドを形成しそうなんですよ。この2つがね、日足とドットが交わると日足の上の方に点灯、まあドットが点灯して下落トレンドを形成してくるんだけれども、で、マックリア下落トレンド形成なんですね。で、RSI に関してもまあここあたり意識されていたね、下値抵抗ライン割ってきてるので、ちょっとね、トレンド弱まってきてるんですね。で、ストキャスティックスはまだ高値圏で揉み合ってるけれども、もしこの点線と交わってくるならば、下回ってくるなら、ちょっと下向き方向にエネルギーが働きやすいかなと思います。で、現状の日足の位置、直近高値ラインね、8月の高値と、フィボナッチの 61.8% 戻しライン。今年の1月の高値から安値の、ここのラインでね、ちょっと止まっちゃってるんですよね。で、S&P500 に関してはちなみにこんな感じ。200日移動平均線、このピンクのラインが上値の抵抗ラインとして重たくのしかかっています。で、状況としては、ここはもうここの高値と、この安値のフィボナッチの 61.8% 戻しラインですね。ここで揉み込んでるんですよ。で、ここまで上がって、要はそのフィボナッチの 38.2% 戻しラインから 61.8% 戻しラインまで上がって、下がっていくっていうパターンが結構出ますから、そこにならないかどうかは日足が終値ベースでここを抜けてくるかどうか次第です。5日移動平均線、この水色のラインとこの緑のラインのクロス、そこも重要なサインになると思う。ただ RSI のここの下値抵抗ラインを割ってきているので、若干今までのトレンドライン崩してるんですよ。で、MACD もデッドクロス形成しそうっていうところから、ちょっとね、下向き方向に力が入りやすくなってるのかなって感じがする。で、注意しなくちゃいけないのがここ。ビックス指数。S&P500 の恐怖数ですね。市場の不安心理を表していて、機関投資家がオプションでヘッジをかければかけるほど、ここは急騰しやすくなるんだけども、ここと株価の関係、すごい再現性があるんですよ。MACD のゴールデンクロス形成、これ注意しておいてください。今ね、青のラインが切り上がってきて、オレンジラインと下から上にね、まあ、クロスしてからゴールデンクロス、まあ、交わりそうになってるんですけど、これがこういった形でゴールデンクロスを形成してくると明確にですね、そこから株価は一旦下の方に下落しやすくなります。それが直近ね、騙し何度か入っていて、ここのね、8月の時も騙しが何度か入って明確にクロス組んでから下がり始めたんですよ。ここが明確にクロスを組んできたタイミングは、過去の経験則から見てもかなり重要。だいたい決まって急落はこの MACD のゴールデンクロス、ビックスのね、ここが起点となって発生しますんで、株式マーケットのね、しっかりとここの動きは見ててほしいかな。で、ギリギリ保ってるんですよ。これが騙しかどうかは定かではないんですけど、しっかりとね、クロス組んできた場合は、まあ、下落に備えた方がいいのかなって感じがします。で、セクター別騰落率、ここを見ましょう。昨晩の上がってるセクター、下がってるセクター、下がってるのがインフォメーションテクノロジーセクター。これ MACD が下落トレンド形成しそうなんで、下向き方向にもうちょい力働きやすい。直近のこの逆ヘッド&ショルダーの上値抵抗ラインですね、ここのドットラインも下回ってきてるんで、ボリバーの中央線25日ラインで止まらなかったらもうちょい下行くかな。うん。で、ユーティリティ、はい、ここも 0.73% 下がって、あとは一般消費財が下がってると。で、逆に上がってるセクターはリアルエステート、不動産セクターが上昇。あとは原油が上がったんでエネルギーセクターであったりとか金融セクター。
まあ、ここあたりが強い。ということはどういうことなのかっていうと、今セクター別のローテーションを見ました。グロース株弱かったですよね。インフォメーションテクノロジーセクターが下がったんで。GV バーリス。これ S&P500 のグロース株指数割るごとのバリュー株指数なんですけど、見方は簡単。上がるとグロース優位、下落するとバリュー株優位です。で、これは昨晩下がってきてる。で、直近ずーっと皆さんに言ってる通りですね。グロースじゃなくて今バリューだよっていうことを何度も皆さんにお伝えしてるんですけど、この動画、夕方の動画であったりとか夜のライブ配信でね。今、バリュー株なんですよ。グロース株は弱い試合が続いてます。下がってるから。で、まだ25日ラインとボリバーの中央線、ここの黄色のラインとこの赤のラインは下向き方向なので、トレンドは下向きです、目先。グロース株が上がってくるような動き方をしていない。ストキャスティックスもまだ落ちきっていない。なので、目先まだそのグロースが弱い動きをしやすいっていうところは覚えておいてもらった方がいいと思います。いいと思います。で、ちなみにですね、昨晩の米国株の上下に寄与した銘柄がどこだったのか、ここもね、重要な情報なんで確認していきたいんですけど、これですね。ニューヨークダウの寄与度上位銘柄ですね。上昇寄与度1位がアメリカンエクスプレス、ボーイング2番ですね。で、キャタピラー、シェブロン、JP モルガンチェース。ここあたりがニューヨークダウを23ドルであったり22ドル、18ドル押し上げてるんですよ。で、逆に下落寄与度トップはユナイテッドヘルスであったり、アップル、ホームデポ、ビザ、セールスフォース。まあ、アップルと、まあ、セールスフォースがテックですよね。で、アップルに関しては 3% 昨晩下がってる。これもあの中国の方の抗議活動ですね。まあ、そこが響いてきている状況です。で、ですね、数日前は中国の問題、中国リスクが、やっぱゼロコロナ政策であったりとか、いろいろと、ね、労働環境の問題にあったりとか、いろいろ問題になってるわけじゃないですか、中国が。はい。そこを受けて、数日前までは600万台ほどね、生産に影響が及ぶんじゃないかっていうふうに言われてたものが、今日出てきたニュースで1000万台って言ってるんですよ。1000万台って。その影響がさらに拡大してきてるんですね。生産に対する。1000万台に影響が及ぶだろうという形で。ちょっとね、アップルの下落っていうところはきつい状況ですよね。で、問題となっている個別銘柄、まあアップルの動きとかも後ほど見ていこうと思うんですけども、とりあえず、じゃあ、あとはその12月頭のパウエルさんの発言ね。そこも注目されてるわけじゃないですか。金利が今どうなってるのか。アメリカの2年債利回りは若干上昇していて、5年債利回り、10年債、20年債、30年債利回りも一旦ボトムをつけて少し切り上がってきてるんですよ。で、長期の債券利回りがちょっと反応してきていて、切り上がってきてるんですね。特にまあ、一般的な10年債利回り、ここに関しては直近ね、下げすぎなところまで来てたんですけど、おそらくなんですけど、これは中央線 4% だと思います、おそらく。ちょっと、まあ、下の方にアンダーシュートしてるんですけどね。中央線 4% で、プラマイ 0.25% の範囲内での値動きになりやすいんじゃないかなっていうふうに個人的に思うんですよ。FRB 別にね、金利をこれから下げますよってこと言ってないじゃないですか。そこあたりはね、もう早すぎると、そういう議論は。そういうふうに言ってます。ターミナルレートをもっと上がって 5% 以上になるんじゃないか、7% ってことも言ってる。ということは、ここあたりの水準って安いんと思うんですね。多分、利回りが。金利水準も高値レベルで来年維持する予定じゃないですか。はい。ということは、プラマイ 0.2%、0.25% から 4% を挟んで、そこでの動きになるかなと思うので、金利がね、突発的に上がってこないかどうかってところはちょっと注意しておくべきだと思う。まあ、すべてはね、やっぱし12月1日のパウエルさんの発言次第だと思うんですけどね。で、ここあたり、ただね、長期の債券利回りとか上がってきた関係で、やっぱしハイテク株、さっきも言った通りインフォメーションテクノロジーとか、アップルの問題、まあ中国のね、生産の問題であったり、やっぱしアメリカ中国企業、ハイテク企業への締め付け、さらに規制強化の動きになってるじゃないですか。ナスダックも昨晩下落。ここもボリバの中央線25日ラインで止まっていて、これ別にバンドーク発展の動きではないんですよね。で、ボリバの中央線25日ラインは切り上がってるので、ここで下げ止まって上がってくれたら上昇波動継続なんだけども、MACD が下落トレンドを形成してくるならば、目先の動きとしては弱くなるかなと。RSI の下落予知。まあ今までの抵抗ラインはここなので、ここまでは下げてくる可能性あるよねっていう状況です。で、ソックス指数。半導体株指数も 0.3% 下がっていて、アメリカのですね。ここも MACD が下落トレンドを今晩組みそうなんで、下向きにちょっとパワーが働きやすい。
ボリバーの中央線25日ライン、一目の上限、この赤のラインが目先のターゲットとして落ちてくるかと、ビックスの動きを注視しながら見ておくべきなのかなっていう感じです。で、個別銘柄の動き。はい。問題となっているアップル。まあ、昨晩ね、3%、2% ですね。2% ぐらい下がっていて、変動率が3ドルですね。変動率が。はい。下がっていて、今ね、こういった形で下がっちゃってるんですね。5日と25日のデッドクロス形成が近いし、一目の影も割れてきたってところで、売り圧力が昨晩強かった。RSI の下値抵抗ライン、ここがトレンドラインになります。ここまでは下げてもいいよねっていうラインなんですよ。ここ割っちゃうと、ちょっとチャート的にもう少し下行って、直近安値ラインまで下がっちゃうかもねっていう、そういったパターンを組んでるので、で、ここはバンド幅が、こういった形で拡大してるから、今横横のレンジなんですよね。アップルに関して横横のレンジなんですよね。切り上げてくるような、要はそのレンジをしていない、バンド奥にもなっていない。はい。で、市場の中心銘柄もうちょっと見ましょう。アマゾン 1.63% 下落。ここもまだまだ弱い動きをしていて、アルファベット 0.84% 下落。マイクロソフトも 0.59% 下落という形。まあ、主力銘柄が振るわないんですよね。やっぱしね。主力銘柄が。で、上がってるところは、やっぱしこのバイドゥ、アリババ、まあ、中国絡みのところであったり、あとエネルギー関連、シェブロンであったり、アルコア、アメリカンエクスプレス、さっき言いましたよね。上昇強トップですね、これがね。あとデルタエアラインであったり、ボーイング。グロース強くて、バリューが弱いという、NVIDIA も下がってるし、テスラモーターズも下がってますからね、イーロン・マスクさんのところも。そういった動きが個別銘柄でも確認できている。アメリカ一旦まとめます。グロースよりもバリュー株優位です。今、金利は12月1日のパウエルさんの発言、それをちょっとね、見なくちゃいけないっていうところで金利は上がってきている。おそらく10年債利回りは 4% を挟んだプラマイ 0.25% の動きになりやすい。で、セクター別の動きを見てもグロースよりもバリュー。個別銘柄を見てもグロース。目先弱くてバリューが強いというローテーションが入っています。特にやっぱしヘルスケアであったり、金融であったりとかね。はい。まあ、そこあたりの動き方が、ちょっと強いのかな、っていう感じがします。うん。そういう感じがします。今のアメリカのローテーションはこんな感じです。これを受けて日本株のもちろん影響を受けている。日経平均、58円安ですね、今日ね。58円。まだギリギリ保ってるんですよ。持ってるんですよ。これは。ボリバンの中央線、この赤のラインと25日、黄色のラインを割らなければ、もう一回上がってくるかもしれない。ただ、マックD下落トレンド形成したんですね。そう。で、ストキャスティックスも落ちてきていて、50% ぐらい来そうな感じするんですよ。で、RSI の、このラインも割ってきて、今、下向きにエネルギーが入っちゃってるんですよね。意識されていたのは PR13 倍の日経平均の理論値。窓埋めのライン。はい。フィボナッシュの 78.6% 戻しライン。今年の高値から安値の上値抵抗ラインですね。さらに意識すべきは6月の高値期日。12月のここです。6月の9日に頭は取ったので、12月の9日が高値から半年後なんですね。要は、信用取引6月で買った人、高値づかみした銘柄を持ってる人は、12月の頭ぐらいまでに必ず決済しないといけないんですよ。で、そこあたりの傾向にあるのが半導体株、ハイテク株です。日本の。だから、ハイテク株が目先押されていて、値傘株に売りが出てるから、今日も日経平均は弱いという動き方だったんですね。ここあたり一連の流れですよね。いろんな抵抗ラインであったりとか、時期的な問題、あと12月は損益通算もある。来月の第2週は日本のメジャー S 級週。次、翌週は、第3週はアメリカのメジャー S 級週。商いも閑散としやすい。クリスマスであったり、年末はね。そういったところを、やっぱし、意識されてたのかなと。さらに、騰落レシオとかのデータとかも見るんですけど、はい。若干ね、過熱感は修正されてきてます。直近ね、11月の29日とか、まあ、過熱結構あったんですけど、6日と15日の分に関しては120下回ってきたんですね。ただ25日の分に関してはまだ120を超えている。まあ長期の方は過熱がまだ伴いながら、過熱を伴いながら日経平均動いてたんですよ。
だから短期的にその過熱の修正が入らなければいけなかった。ここも前から皆さんに注意喚起してるところですね。120超えてきたからね、やっぱし警戒していきましょうってところで、今個別銘柄ごとに動きが大きく変わってるのかなって感じがします。ただし、一方で、日常合計の信用倍率見てほしいんですけど、これ11月の25日の週のデータですね。空売り残も積み上がってるんですよ。10月の7日あたりは7000億円相当を割ってたんですけど、今、8500億円相当、信用改ざん積み上がってるんですね。もちろん、売り残が積み上がってるんですね。信用売り残ですね、これ、売り残。で、信用改ざんに関しては3兆円超えて、依然としてね、高いレベルで推移している。日常合計の信用倍率は 3.53 倍。ただ、信用評価損益率は、2桁%を久しぶりに割ってきている。まあ、改善はされてたんだけども、今週はね、ちょっと下げてしまってるので、またね、ちょっとこれ信用維持率悪化してるのか、評価損益率悪化してるのかなって感じがする。だからここの売りがね、入ってるっていうところで、下げたところでは、要はその買い戻しの動きがね、入ってるんだと思うんですよ。はい。買い戻しの動きが。で、空売り比率見ても、直近のデータですね、これ。今 40.9。まあ、昨日時点で 40.9 だったんですけど、平均値が 42、3% まで落ちてるんですよ。前まではね、数ヶ月前は 45% ぐらいが平均値だったものが、今 43% とか 2% ぐらいなんですね。売り圧力は減ってる。で、売り残が増えちゃってる。だから下げたところで利益確定売りの買い戻しをしていこう。まあそういった動き方がね、ちょっと出てるのかな、観測できてるのかなって感じがします。で、ちなみに日本の日経平均への寄与度上位銘柄。まあここも確認していきましょう。はい。今日の上昇寄与度1位、エーザイですね。11円相当の押し上げ要因。で、東京エレク、KDDI、ホンダ、ヤマハ発動機。ここあたりが上昇に日経平均寄与しました。で、下落寄与度トップ、ファストリですね。ファーストリテイリング。ここが下がって日経平均22円相当押し下げている。トレンドマイクロ、コナミ、リクルート、M3。ここあたりが下落寄与度トップです。はい。東京エレクとかね、レーザーテックとかね、5番戻ってきましたからね。ショートが、レーザーテックとか結構入ってたと思うんで、そこの買い戻しがちょっと入ったのかなって感じがする。全体的な動き見たですね。手仕舞い売りですね、手仕舞い。手仕舞いの買い戻しですね。言ってしまうと。もう月末なんで、来月からもう12月相場始まるわけじゃないですか。今月終わって。その前に、11月中に一旦売ってたものを、が利益出たんで、一旦確定しておこう。重要イベントも控えてるしね。だから一旦そのポジション軽くしていこうっていうところで売りの買い戻しが入ったんだと思います。はい。入ったんだと思います。じゃあ主力銘柄の動き、合わせて見ていきましょう。問題だったのはファーストリテイリング 0.8% 下落ですね。ここあたり最近ね、ちょっとその、うじうじした展開で、なかなか上がりにくくなってたんだけども、昨日上がったところから今日は 0.8% 戻された。はい。あとその M3。1.82% 下落。これ昨日ね、皆さん言った通りですよね。はい。もうちょっと下げてくるかもねっていうことを話してたんだけども、ストキャスティックスであったりとか、パラボリック、はい、の位置関係、今日下落トレンド形成してますね。ここも下がってる。で、ソニーも 1% 下落。はい。マックリ下落トレンド形成ですね、ここもね。で、レーザーテック 0.34% 下げ。だけども、下げたところから戻してきてる。ただ、レンジとしては下向きに日足はね、動いてますよね。で、東京エレクトの 0.62% 上昇。ここも6月の高値期ですが、もう今来ています。はい。来ています。で、ハメ上がったところは自動車関連、トヨタであったりとか、スバルとか、まあ、ここあたり上がってたし、東京エレクトのもそう。で、インバウンド関連もちょっと見ましょう。はい。インバウンド関連ね。まあ、電鉄関連見た方がいいかな。鉄道バス。ここあたりは、まあ、高安まちまちだったのかなって感じがします。インバウンド関連見た方がいいかな？最近ね、昨日強かったですからね、インバウンド関連。まあ、そこあたりの動きね、ちょっと追いたいんだけどね。はい。松清であったりとか、まあ、ここあたりは下がってる。ツルハホールディングス、ツルハね。上がってるところは、こんな感じ。三越。強いっすね。百貨店関連がね。近鉄グループ。はい。高島屋。百貨店が強い。電鉄系はね、ちょっと揉み込んでる、まあ下げてるところが多いのかなと思うんですけど、はい。そういった物色がまだ昨日と続けて入ってきていて、で、銀行株がちょっとね、動き方が、
こんな感じになってきましたよね。三菱 UFJ フィナンシャルグループ、アガスタンだけど、今、日柄調整中、バンドオーク中ね。で、三井住友フィナンシャルグループ、これもバンドオーク一旦終了で、パラボリック下落トレンド形成、マック D が下落トレンド形成するなら、ボリバの調整25日までの一旦の軌道修正入りやすくなってる。で、みずほもバンドオーク中にちょっと日柄調整3日ぐらい挟んできていて、高値で利益確定売りが出てきているのかなと。これがバンドオーク日柄調整後の動きに発展するならば、ボリバの中央性25日までの軌道修正が入りやすくなるんで、そこあたりをちょっとその意識して見てた方がいいのかなって感じがしますね、これ見ると。で、ドル円に関しては今138円の70銭台。まあこういった形で動いてる。こっから円高行くの、円安行くの問題なんだけども、金利が、アメリカの金利がもし上がってくるなら、日米金利差拡大でまた円安方向に行くかもわからない。マック D がゴールデンクロス組んできたら、あれですよね、とことんね。決定的にね。で、その他のところも見たいんですけど、ドル円がこういった動きしちゃったんで、ドルベースの日経平均は今日落ちてるんですよね。0.23% 下落です。はい。これ日経平均あることのドル円、分母がドル円なので、円安になると海外投資家にとっては不利です。為替差損につながるから。為替のところで損するからね。で、ここも200日ラインで止まってるんですよ。ここが200日ラインと5日移動平均線のゴールデンクロスを組んでくるなら、海外勢はまたさらにね、ちょっとトレンド変わったってことで買ってくる可能性があるので、ここのポイントだけは見とってほしい。このポイントだけは。で、日経平均と S&P500 の優位性を見るんですけど、これ上昇すると日経より、下落すると S&P500 優位というチャートですね。日経平均割ることの S&P500 です。で、これちょっとね、揉んでて方向感乏しい状況なんですよ。これ、しっかり監視しててください。もし下がってくるなら、日本株よりも米国株の方が優位性が出てくるので、ただ今、日本株と米国株はうじうじしてるんで、この1、2週間。同じような動き方してる。同じような動き方をしている。で、トピックス 0.37% 下落。今日日経平均よりもトピックスの方が値動き悪かったです。なぜかというと、値傘株がちょっと下がっちゃってるから。値傘株、時価総額の大きい銘柄がね。なので、NT 倍率は若干上昇。これ、日経平均あることのトピックス。上昇すると日経より、下落するとトピックス優位なんですけど、これ切り上がってるので、今目先トピックスから日経平均の方に、要はそのシフトしてるっていうか、優位性が変わってきてるんですね。で、マザーズはどうなのか。1.22% 下落。ここも、要はその短期勢の買いが入ってるので、要は直近その、大型株が、のボラっていうか変動率が減ってきてるんですよね。なので利益取りにくいんですよ、短期勢は。だから値動きの軽い中小型株におそらく資金をシフトしてる。イベントスケジュール的なところも行ってなかなか持ち越しにくいから、まあより短期勢がね、こういったところに資金をシフトしてるのかなと。で、これバンドオーク形成していたところからパラボリックと日足がまた接近してきてるんですよね。はい。RSI の下値抵抗ラインをこのライン割ってくるとちょっと弱くなってくると思うので、そこだけ注意。ちょっとね、気持ち悪い動き方をしてきてるかな。フィボナッチと 261.8% ですね。レッドラインはここです。ここまで上がってくるなら、ちょっと売り圧力は強くなってくるかもしれないってところを意識しててもらった方がいい。だからマザーズも今日対トピックス見ると、ちょっとね、止まってるんですよね。これ TM 倍率。上昇するとトピックス有利、下落するとマザーズ有利。これダブルボトム形成して今日上がってるんですよ。今日単日だけで言うとマザーズよりもトピックスの方が優勢。NM 倍率、これ日経平均割ることのマザーズ。上昇すると日経より、下落するとマザーズ有利。で、これも一旦5日までの移動平均線までの上昇で、今日は単日で言うとマザーズよりも日経平均の方が強いと。で、今日単日の動きだけで言うと一番強いのが日経平均。次にトピックス、最後にマザーズ、こういった順番になってます。直近の流れと逆転してるんですね。マザーズ、トピックス、日経平均の動きだったところから、今、日経平均、トピックス、マザーズに順番が逆転しそうかどうかっていう状況になってます。この流れがより鮮明に出てくるならば、目先マザーズ調整して、要はその日経平均の寄与度の高いところがちょっとアウトパフォームしてくるかなと。まあ、下げてもそんなに下げないよねっていう動きになるかもしれないので、そこは一つ変化の兆しかもしれないから、明日以降もここの順番、日経トピックスマザーズの優位性の順番がまだ明日以降も続いてくるのかっていうところは皆さん必ず押さえておいてもらえたらなど。ただ年末近いですからね。換算としやすいですから、中古型株でまだなんか動きそうだなって思ったりもしたいんですけどね。はい、まあ、とりあえず、そういった形。で、上海であったり、香港、ハンセン、深セン総合指数、今日上昇してるんですよ。なので、日中日本株も、やっぱそこに連れて戻してくるような流れになってた。特にやっぱし外資が入りやすい香港、ハンセン。
ここの影響をね、やっぱし日本株めちゃめちゃ受けるので、ここが上がってるたっていうところが、今日日経平均下げたところから買い戻されたね、要因なのかなと。特に今中国リスク、意識されてるじゃないですか。デモっていうか、まあ暴動のところがね、どういう風になっていくのか、沈静していくのか、政府がうまく抑え込めるのかどうかってところ、今非常に、市場関係者見てるところです。香港反戦の値動き、ここはしっかりと見ておくべきかなと。で、ビットコインも一旦上昇してるんだけども、パラボリック上昇トレンド形成したんですね、これね。これ今、バンド幅が狭まってきてるので、バンド多くに発展しやすいんですよ。バンド多くに動いた段階で動くと、上下どっちかに動くと思うので、皆さんそのサインは必ず見逃さないようにしとってください。もしビットコインやってる人がいたらね。そんな感じですね。なので現状のマーケットの動きを見たんですけど、日本株、まあ米国株の説明さっきしましたよね。バリュー株言って。で、日本株もそうなんです、今。テック株が落ちてるから。半導体株が全体的にね。はい。半導体銘柄今日若干プラスのものもありますけど、大体こうマイナス、まあフローテックとかもね、下げてきてて、ハーモニックドライブとか、まあこういった形でね、いろいろ動いてますよ。大福も下落、ソニーも下げてきてると。まあ、テック弱い。だけど、バリュー株が、こじっかりきてる。この流れは、米国株から日本株の方にも流れは来ている。で、順番の優先順位を、マザーズ、トピックス、日経の順番の強弱のところが逆転してきていて、まあ、グロース株がね、目先ちょっと不利な動きになってきてる。もう全部これは、金利上昇するかどうかっていう、まあ、イベントが目先に控えてるからですよね。12月、もう来ます。もう12月入ります。今言った中身をしっかりとそのイメージしながら、要はその優先順位ですね。全体の動きであったりとか、そういうところをイメージしながら、明日のね、皆さんの投資活動っていうか、まあ、ね、行動につなげてもらえたらなって思います。とりあえず目先グロースはね、高値給通過するまでちょっと我重たいと思うので、はい、そこあたり皆さん、把握よろしくお願いします。なので、また動きがあったらすぐに YouTube、Twitter で情報配信していくので、よかったら最後に僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローしておいてもらえるとめちゃめちゃ嬉しいのでよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。とりあえずね、皆さんまた今晩ね、ライブ配信すると思うので、よかったら10時半から僕のチャンネルにまた集合でよろしくお願いします。お疲れ様です。